フィリップ・アンソニー・ブレイクは、カナダのオンタリオ州トロント出身の、アメリカンフットボール、カナディアンフットボール選手。現在、CFL のトロント・アルゴノッツに所属している。ポジションは、オフェンシブライン。オンタリオ州へ飛びコの高校3年時より、アメリカンフットボールを始めた。高校卒業後、シャンプレーンリージョナルカレッジで2年、タイラージュニアカレッジで1年プレーした後、 2009年より、ベーラー大学に転校し、3シーズン先発オフェンスラインマンとして、ロバート・グリフィン3世を守り、ハイズマン賞受賞をサポートした。同大学では、センターとして26試合、右タックルとして12試合に先発出場した。この間、相手守備選手を254回ノックダウンし、彼のブロックにより 48TD を、味方オフェンスが上げた。 これらの数字は、この間のビッグ12カンファレンスのオフェンスラインマンの最高の成績であった。2010年にセンターにコンバートされてからは、カレッジフットボール最高のセンターに与えられる、リミントン賞の候補の一人に、シーズン開幕前、2年連続で選ばれた。2011年、CFL ドラフト3023位で指名されたが、大学にとどまり、4年時には、 ビッグ12カンファレンスのオールチームに選ばれた。また2012年のシニアボールに出場している。2012年の NFL ドラフト4巡でデンバーブロンコスに指名された。この年、アメリカ以外出身の選手は彼の他に4人がドラフトで指名された。53人の開幕ロースターには残ったものの、第一週はインアクティブとなり、9月17日の練習で親指を負傷。 翌日故障者リスト入りしてシーズンを棒に振った。2013年シーズン開幕前にブロンコスから解雇され9月2日アリゾナカージナルスとプラクティススクワット契約を結んだ。2014年はどの球団にも所属しなかった。2015年1月8日にカナディアンフットボールリーグのモントリオール・アルエッツと3年契約を結んだ。 2018年10月10日にサスカチュワン、ラフライダーズにトレードされた。2020年2月11日にトロントアルゴノーツと契約した。ありがとうございます。